バイレフィヨルド橋から見た、バイレバイレの一文章バイレは、デンマークの都市。南デンマーク地域、バイレ基礎自治体に属する。ユトランド半島東岸に位置し、バイレフィヨルドの奥にある町である。低平なデンマークにおいて、比較的起伏のある地域であり、自然地形の標高で170メートルの地点もある。町とフィヨルドの南北に、丘陵地帯が広がっている。 バイレの象徴としては、市の中心には19世紀に建てられた玉石でできた旧市庁舎、13世紀半ば完成の3区と、ニコライ協会、南部の丘陵に立ち町ちのシンボルである風車がある。また、バイレは、地域の中心地であり、大規模な港湾を有する。古来より河川と街道の交差地であったため、商業都市として発展した。はじめ、町は、 グレース川の小島にできた。最初に町の名前が知られるのは1327年に直居が授けられてからである。中世の間、貿易業者と職人にとっては入れは重要な市場長であった。この状態で17世紀半ばまで栄えた。この時期のバイルは農業と家畜の貿易で発展し、現在ドイツ領の町、リューベック、フレンスブルクらと貿易をしていた。 17世紀後半から18世紀初頭にかけ、バイレの人口は、国死病と戦争が原因で減少した。1796年、バイレは新たに設置された、バイレ県の中心となり、町は19世紀に拡大し、フィヨルドでの振興、鉄道駅などの改良がされた。19世紀半ばから20世紀まで、バイレは、地域の市場町から、工業中心地へと発達した。 多くの羊毛宝石工場があり、街の金属加工を通じて、デンマークのマンチェスターという別名でも知られた。さらに近頃、バイレの産業は、食品産業へ移った。ガムリンクブランドのガムを製造する、世界最大級の中印ガム工場がある。最近食品産業の重要性が薄れ出し、た部門、情報通信産業といったものが力をつけてきた。ありがとうございます。